強襲力に世界の期待がかかります。そして三冠王の期待もかかっています。さあいよいよ強襲が三冠戦に挑戦する AWA 世界ヘビー級 BWS ヘビー級ダブルタイトルマッチが始まります。強襲力出てまいりました。全日本マットで参戦と一騎打ちは2度目。AWA 世界 BWF ヘビー級の挑戦は初めて。いよいよ大勝負です。闘志が燃え上がる。参戦に屈辱の帰り、借りを返すチャンスが出てまいりました。長州にとって今夜失うものは何もありません。さあ今度は三半戦の入場。今夜も日本のベルトをかける三半戦、やはり大物中の大物です。わざわざ危険な賭けに己の名誉とプライドをかけるこの男の生き様。さあ反戦、三半戦はまさに自分の塊、世界を取った男、それだからこそこのプレッシャーをはねのけることができるのであります。ジャンボスタートのトリプルトリプルタイトルマッチは作戦勝ち。この試合をじっくり観戦した長州力が今夜の挑戦者。一筋縄ではいかない相手です。寝首をかかれるかもしれない、そんな感が。クラッドでも反戦の頭にあれば、今夜ビッグタイトルの大移動があるかもしれません。ダブルタイトルマッチ60分の一本勝負、両者登場横浜文化体育館。立ち会い人ロードブレアーズ TWF 会長によりまして選手権宣言です。This great event is recognized by the mission of the American Wrestling Association and the National Wrestling Alliance and managed by the Pacific Wrestling Federation. May the first time of the world victorious. ダブルタイトルマッチが告げられました。 AWA 世界ヘビー級 PWF ヘビー級ダブルタイトルマッチ、ハンセン・ツルタ、そして長州のトライアングルサバイバル王に発展した感謝の戦い模様。 AWA 世界ヘビー級のタイトルマッチはこの後神戸兵庫県立文化体育館最終戦の大宮ステートセンターで予定されています。 AWA 世界ヘビー級 PWF ヘビー級選手権で日本の勝利を行います。切磋琢磨する長州のプロレス、世界の頂点に立った。世界のベルト、そして EWF のベルトを守るか、世界の金冠スタンハンセン。さあ勝負は60分の一本勝負です。まさに超夢のゴールデンカード第2弾でございます。ハンセン長州のダブルタイトルマッチ、入念なボディチェック、五色のテープも今片付けられました。いよいよゴングを待つだけになりました。60分の一本勝負、長州力勝てば三冠、三半戦守れるかどうか、二冠を今夜もかけます。さあゴングは鳴るぞ。さあ上位手振り、さあ今ゴングが鳴りました。60分の一本勝負、まずは両選手の表情を見ましょう。激しい睨み合い、激しい闘志だ。これが長州力の両眼、光を放っています。さあ三半戦も相手の目から離しません。さあ勝負が始まったぞ、勝負が始まったぞ。さあ山田さん、長州対ハンセンのダブルタイトルマッチ、両選手の控室の表情ですけれども、長州力はややナーバスになってましたね。そうですね、今心なしかナーバスと、はい、一方のハンセンの方はですね、非常に余裕しゃくしゃくというか、はい、まあ、元気いっぱいって言った方がいいですよね。なるほど。ただね、今日のスタートを見まして、ハンセンが非常に慎重ですね。慎重、いきなり突っかけるようなことはやりませんでしたね、はい。さあこの勝負はダブルタイトルマッチ、後楽園大会のトリプルタイトルマッチと同じルールでございます。いろいろ馬場さん物議を醸し出したわけですけれども、後楽園大会のトリプルタイトルマッチと同じ AWA 世界タイトルマッチルール、それから PWF ルールを併用するわけですね。そうです、はい。ということはフォールギブアップのみタイトル移動、これが AWA の世界ルール、それから反則勝ち、リングアウト勝ちでもタイトル移動、これが PWF のルールであります。それからリングの中のナックアウト勝ち、それからレフリーストップ TKO 勝ちでももちろん PWF ヘビー級のベルトは
移動いたします。馬場さん、このルールをしっかりと挑戦者通するって頭の中に入れなきゃいけませんね。そうですね、ねえ、ですからね、はい、その前でもね、その反則でも何でも考えても勝ちに持っていくというね、はい、こともまず頭に置いておかないといけないと思うんですね。というものをね、奪ったとしますとね、これはもうとにもなおさず反転から一つベルトを取ったということでね、はい、今後のチャンスにつながってきますからね。そうですね。さあ、サンハンセンが動き出してまいりました。エルボーを一発打ちました。さあ、頭を振ります。長州力、今度はさあロープに放り投げました。サンサーのエルボー、ちょっと長州下から潜り込んで、サソリかこれはサンハンセン強力の足でクリアしそうだが、右足をまず入れた、軸足を相手の中に入れました。さあ、サソリ固めが始まりそうだが、横浜文化体育館長州コール一曲。さあ、どうでしょうか。サソリ固めチャンピオンデスラップ、なかなか完成度は難しいんじゃないでしょうかね。馬場さん、チャンピオンデスラップ、そうですね、これを回るのにね、回って感染の足が伸びてますんでね、まだ、そうですね、右足が、まずはスコーピオンデスロックを見舞おうとする長州力であります。前山田さん、両者の切り札はファンの皆様ご存知のように、もちろんラリアット、ウエスタンラリアットのハンセン、力ラリアットの長州力ということになりますが、両選手、ね、この長州がね、はい、ハンセンのラリアットをね、しょっちゅう切ってね、それで自分もラリアートを開発したんだと思うんですよ ね、 そうでしたね。ですからね、まあ、ラリアートの怖さを一番よく知ってるのはこの長州だと思うんですよ、はい、ですから何か防御の策は考えてきてると思うんですね。そういう意味でさっきから左手を攻めているんでしょうからね、まあ、この今サソリに行くよりもまだまだやっぱり左手を攻めた方がいいと思うんですがね。さあ、長州力は立ち上がった。それでセットオーバーすれば、長州力のサソリ固めが 80% 完成されたことになりますが、今度はムンズと長州力の左の手首を捉えました。三半戦も十分に警戒、逆に関節攻撃に出ましたね、未完成に終わっております。長州力のサソリ固め失敗というよりも完全にサンハンセンが力とテクニックでねじ伏せましたね。そうですね、回らせなかったですね。回らせなかったですね。さあ、非常に両選手の体が絡み合います。グランドでの展開が多くなった今夜の60分一本勝負のダブルタイトルマッチ、 AWA 世界ヘビー級、そして PWFヘビー級のタイトルマッチでございます。先ほど馬場さんの話ではありませんが、両者の切り札、はもう両選手十分に警戒、今のところ微塵もこういう打つ体勢に入っておりません。ということは今度は山田さん、勝負を決めるのは意外な技かもしれませんね。そういう可能性ありますね。ただ私はね、やっぱりハンセンの場合はね、はい、強力なラリアットをね、どこまでも狙うんじゃないかと、はい、しかもハンセンはその若い選手なんか相手の時は予告やりますね、今日は大事な一戦だから、あるいは予告なしに不意打ちで来る可能性だったりですね。なるほどね。お互いにね、疲れた時にね、一発ポーンと出るのが一番怖いんですよね。やるぞやるぞと言って出たものはね、そんなに怖くはないんですよ。そうですか。不意に来る技ですね。そうです、そうですね。さあ、果たして1回目の勝負の山は何分頃に来るでありましょうか。今度は山田さん、スタミナという点では長州力60分戦える力を十分に持っている。スタンハンセンの方どうでしょうかね。そうですね、最近のスタンハンセンはね、試合のパターンにもよるんですが、割とね、20分過ぎあたりにややスタミナが落ちるという傾向がありますね。そうすると1回目の勝負の山は20分あたりと見ていいですか。うん、だから長州選手がね、もっともっとかき回していって、しかも20分を過ぎた、ということになりますとね、意外なチャンスが訪れるんではないかと、はい、いうふうに私は考えるんですね。馬場さん、アキレス腱固めに入りましたね。そうですね、ね、肩でね、はい、長州のあの右肩、脇の下をね、後ろに反る、押す、そうすると本当によく効くんですがね、そうしないとね、あんまり効かないですよ。なるほど、アキレス腱を完璧に捉えました、長州力の関節攻撃。ですから今、ハンセンの顔を見てても、そんなに痛そうな顔はしてませんですよね。そうですね、勝負はあっという間に10分が経過したところであります。
非常に関節技を多用する今夜の長州力、果たして狙いは何なんでありましょうか。三半線の脚力を止める、それから三半線の黄金の左数字、こういったあたり十分に警戒しておりますが、さあこのダブルタイトルマッチ、初めて長州力が外に出ました。さあそして再びリングの中に入ってまいりますが、長州力の目線だけは眼光鋭く三半線を睨んでいます。そして山田さん、三半線の目も睨み返しますね。そうですね、もう両雄がね全く目を離さない、はい、いや当たり前のことですがね、これだけやっぱりね力な試合ですからね、はい、さあ半線飛び込んだ、うまくかわした、勢い込んで三半線が真っ逆さま、リングの外に出た長州力、追いかけるぞ。さあこの辺りで場外でまず最初にいきなりやつを打つかどうか。さあ今度は坂口、おわっ、大体の大鉄柱に当たりました、大鉄柱に当たりました、これは大きいですね。さあ大きなダメージを打つかどうか。さあ長州力先に入る、長州力がまず入って、腕殺しだ腕殺しだ、さあ狙い通りの攻撃、そして十字固めに入ります。ああいい攻撃にもつれ込んでまいりました。長州力またじっくりじっくり相手の関節を攻めます。三半線、馬場さん、ダメージを言いましたか、どうですか。今の鉄柱でね、やっぱりダメージはそんなにはいきませんけどもね、はい、でもここでまた腕を攻められていったらね、やっぱりじわじわとね、はい、関節を、ね、痛めていくべきですね。そうです ね, そうですね、もうねやっぱ足とかね、なんとか狙うんじゃないですよ、この、はい、左手を封じるというのはね、もう一番の問題ですからね。そうですね、黄金の左数字作戦に出てまいりました長州力。こうやって山田さん、攻めている方も今必死に耐えている方も、こういう攻めと守りの中で虚虚実実の駆け引きがあるんでしょうね。もちろんそうでしょうね。そうでしょうね。これあの表面的に見るだけではね分からないんですが、お互いにその心理的な戦いも ね当然 やってると思いますよ。そうでしょうね。あの場外でね、あの半券がね熱中めがけて、これは長州選手がうまくかわしたんですが、ちょっとああいう風に焦った攻撃をするとはびっくりしました ね。そうですね、一気に決めようとしたんでしょうかね。さあ主導権を握りました、長州力、関節攻撃がっちりと手首に入っています。ちょっと三半線の顔色を見たいと思いますが、これはよく決まってますよ、決まってますね、ちょっと入ってますからね、入ってますね、苦しんでます、三線が苦しんでいます。黄金の左を全く殺されました、はい、珍しいですね、あの半線が本当に痛そうなね、痛そうな表情をしました。しかし余っている右手一本、右手一本で勝負を挑みます。さあ熱い胸相手に思い切ってパンチを打ち落としてまいりました。もう強引に振りほどきましたね、さあラリアットか、ラリアットか、おっと軽く出しました、足を出してキック攻撃、さあ三半線の猛攻が始まると、すごい馬力だ。さあ長州力を弾き飛ばして、今度は思い切ってエルボーでカット、長州力反動で場外に落ちました。さあここが AWA 世界ヘビー級チャンピオンの三半線の底力であります。振り切ったらもう大したもんですね、大したもんですね、もうこの金もいないんじゃないですかね。本当すごいですね、馬場さん、本当に素晴らしいですね。三半線192センチ、135キロ、馬場さん、三半線は世界のベルトを取ってからファイト内容というか精神的には少しずつ変わってきてますかね。おっとフライングボディープレスを見舞うところ、長州力、さあ両方の膝を合わせた、横から横から、長州力、力ラリアット、最初にぶっ飛ばしたのが長州力、力ラリアット当たりました、一発で三半線場外に落ちました。長州力の力ラリアットが先に当たっている。さあ主導権を取った長州力のペースに完全になるかどうか。今予定だったからエプロンに来た。さあ一度長州力追い打ちをかける、キックだキックだ、自ら場外に追いました。さあ長州力チャンスを使いました。さあ思い切って張り手を飛ばします、張り手をヒットさせました。さあ今度は三半線、さあ三半線がちょっとおっとおっと周りの選手に注文をつけているところでありますが、今の力ラリアットの当たり具合、ババさんどうですか。まあいいですね、いいですか、はい、まあ、はい、でもねここでこう外に休まずにね、どんどんあの外に出たらまた中に引きずり出てやっていかないとね、はい、世界タッグチャンピオンのパートナーテッド・デビアスも今リングサイドに駆けてまいりました。勝負は15分が経過、大きな山になりそうで、おっと15分が経過し
したところ、三半線の右のキック、長州力の胃袋のあたりを蹴り上げました。長州力の攻撃もここでストップかどうか。さあまたものすごい馬力だ。これが世界の不信感の底力であります。いきなりアットを打たれたときにはこれで終わりかというシーンもありましたけれども、さすがに反戦ですね。山田さん、タフですよね。タフですね。また盛り返してまいります。今度はドラッグエッグ、三半戦新幹が空を飛びました。このまま抑え込みに行きます。さあどうだ、ものすごいパワー、長州力と三半戦、身長差3センチ、それから体重15キロの差がありますが、徐々にこのウェイトの差が出てきたような感じもあります。さあこの馬力には耐えません。さあパイルドライバー、ハルハンセン当然と襲いかかってまいります。レース争いですけども、馬場さん、長州力が取ってるのかハンセンが取ってるのか分かりませんね。まあハンセンのペースに変わりつつありますね。変わりつつありますね。そこで山田さん、長州力としては踏ん張りどころですよね。もちろんそうですね。さっきから、見てますとね、ハンセンがですね、膝当てなんかをね、ずらしてね、当ててるんですね、膝打ちを。なるほど。非常に冷静ですよね。そうでした。さあ、ハンセンが今度はもう一回キックを打ちます。顎の先端に命中、長州力倒れました。さあ、AWA、TWF 両方のベルトをハンセン守るかどうか、余裕が出てまいりました。余裕が出てきた、サンハンセン。すごい、もうパワースラムですね。すごいですね。さあ、レッドリードライブに打ちました。三半線のボディスラム、もう一回髪の毛を掴んで、今度はラリアット行くだろう。いった、スローモーションビデオを見ているような非常にゆったりとしたウエスタンラリアット、長州力動けなくなりました。もう一回、うわー、すごい二段攻撃。三半線のウエスタンラリアットの餌食にされた長州力、動けなくなった、ダメージを負った、下手を負った長州力。さあ頑張れ長州力、表情が変わった。伊藤の三半戦、完全に余裕があります。さあ2位ドロップを落として肩口に落としました。もう1回、3度目か、3度目か、今度はキックだ。まるで子供が使うような感じになりましたね、山田さん。そうですね。そしてこの黄金の左、今度は予告のラリアットが終わった。これも強くた上位樋口に命中、3発目は当たりません。上位樋口イレスリーの喉元に命中、3発目は1回。さあバックを取ってバックドロップ、スイートフラッカッキーバックドロップ、投球1回で投球1回で、おっとオレイアンダーソンが飛んできた。さあおっとおっと、シラーカーも飛んできた、シラーカーとオレイアンダーソン。さあサブレフリーのタイガー、ハットリレフリーも入ってきた。さあサウハンセンが呆然と長州力の顔面にパンチを浴びせているが、タイガー服部レフリーも場外だ。さあリング上、サウハンセンが追いかかっている、長州力手が出ない、レフリー不在、レフリー不在の展開になってまいりました。 AWA 世界ヘビー級、 BWF ヘビー級、横浜市決戦、大変なシーンであります。大変なシーンでありますが、レフリー不在、サウハンセンがもう呆然と2位をつけている。膝でゴシ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 長州力の喉元を攻め込んでいる。そして長州力を場外に送り出した。長州力を場外、サイドにはロンバスとテッドデビアス。長州、これが長州力の表情だ。さあ場外に落ちた長州力、勝負の行方は果たしてどうなるのか、まだ分かりません。正式なコールはありません。 AWA 世界ヘビー級、 BWF ヘビー級の両方のベルトをかけた三半戦でありますが、さあ勝負の行方はどうなるんでありましょうか。リングの中、三半戦、テッドデビアス、それからロンバス、今発表があります。どうやら暗黒が取られたようです。三半戦も暗黒が取られたようです。ということは長州力、暗黒勝ちで PWF のベルトは取ったような感じがいたしますが、さあこの判定どうでしょうか。馬場さん、 PWF ヘビー級のベルトは長州のものですか。そういう感じになりましたがね。さあちょっと微妙な判定でありますが、ハンセンはおっと諦めて控室の方に戻り始めました。これが三半戦の大きな背中であります。まあね、今デビアスが入ってきましたね、はい、デビアスがね、この PWS ルールというものをね、よく理解してないんで、その入ってきちゃったと思うんですね。それが一番の原因だと思うんです。ハンセンが負けた原因ってのは。そうですね。ちょっと待ってください。リング上、ロードブレアス会長が、これは馬場さんの持っていた PWF ヘビー級のベルトですね。これを長州に渡しました。ベルトの移動がありました。長州力、アンコインで PWF ヘビー級のベルト。
ベルトはもぎ取りました。これでインタータッグと合わせまして、ジャパンプロレスの総帥長州力は2冠を制したことになります。 AWA 世界ヘビー級の第3弾、神戸兵庫県立文化体育館ではジャンボ鶴田対三半戦の AWA 世界、それからインタータッグまでヘビー級のこれまたダブルタイトルマッチになるわけですね。そうですね、まあ、この勝者以下によりまして、最終戦の大宮スケートセンターのこの大会も AWA の世界選手権が予定されておりますが、どういう流れになってまいりますか。横浜決戦、18分27秒ハンセンの反則負け、長州力が PWF のヘビー級のみベルトを奪取したことになります。これで長州力はインタータッグと合わせまして2冠王ということになりました。